お店が何にもないんですね。絶対ない、ないだろうこれ。うわ、うまそうこれ。どうもナイツ花輪の自由時間です。今日は北海道の十勝地方ですね、清水町という場所に来ていまして、北海道の十勝の方に来たんですけども、早めに着きまして、今十勝地方私一人で、散歩しているんです。ちょっとお腹空いたので楽屋から出て歩いてるんですけど、あのお店が何にもないんですね。すごく自然豊かなところなのは分かるんですけど、なんか地図に載ってる飯屋が大体あのシャッターが閉まっていまして、今どうしようかなと思ってるんですけど、もう相当今会場から一人で歩いてきちゃったんで、面白いから YouTube 回そうかなと思って回してるんですけども、やっぱり十勝って豚丼とかあのラーメンとかがねすごく美味しいっていうとこじゃないですか。なんかあるかなと思って探してるんですけどね、携帯で見るとここら辺がもうちょっと駅なので、ちょっと駅に行ってみようかな。多分あれ駅ですね、十勝清水駅。本当は帯広空港からここまで車で来る予定だったんですけど、霧がすごいっていうのでイベンターさんが急遽札幌の新千歳空港に飛行機のチケットを変えて、札幌からジャンボタクシーに乗ってみんなで来たんですけど、それでも結構早く着いちゃって、出番がまだあと2ヶ月ぐらい、2時間ぐらいあるので、なんか食べようかなと思ってきたんですけど、ああすごいな、なんかラーメン屋さんとかあるかな。今日はあのガチで一人なんでね、あなんかあったラーメン屋、北海道のなんかご飯食べたいんだよな。あ定休日って書いてある、やっぱり日曜日は来ないのかな人。あダメですね。十勝清水駅がこれが駅ですね。そっか、やっぱ駅もね冬はめちゃくちゃ雪降るだろうからこんな感じになってるんですね。さあどうしようかなご飯、まあ、楽屋戻るか、楽屋戻るまで何かあったらいいもんな。もうこうなったら楽屋に戻るまでやってる飯屋あるかどうかというチャレンジ企画に変えました。絶対ない、ないだろうこれ。とりあえず戻ります。あラーメン屋さんあった、ラーメン鉄やってないかな、やってねえな、なんかやっぱやってないんだな日曜日。すげえうまそうじゃんラーメン鉄、大通りみたいなとこに出てきましたけど、なんかありそう。こっちで合ってるかな、看板はあるけど、あちょっと待ってください、お蕎麦屋さんありましたね。あやってるぞ、あそこのれんかかってますよね。あ出てきた、やってますねお蕎麦屋さん。じゃあ入ってみたいなと思いますけども、ガーンガーン、そう早くない完売、うわー食べたかったなお蕎麦、ガーンダメでした。あここが多分会場の公園の近くだからもう、着いちゃうね。あちょっと待ってください、なんかお店っぽいやつある、なんかのれん出てるけど、あお蕎麦屋さんだ、ほらお蕎麦屋さんです。おおお
うなぎも、あ、うなぎは予約が必要だけど、営業中。あ、ここいいですね。ちょっと行ってみようかな。今ですね、行ってきたんですけど、めちゃくちゃ混んでましたね。はい、超満員でした。入りませんでした。はい、もう多分ここしかないから、みんなここに集まって、しかも多分これから見に来る人たちだったんで、さすがにちょっと入りづらかったです。ということで、このままもう楽屋に戻るしかない。残念。やってなかった。なんか食べようと思って。あ、なんか食べようと思った。うん。何にも、あのお蕎麦屋さんが2軒あったんだけど、はい、1軒が完売で、もう1軒はもう満員で。ああ、うん。あ、でも結構止まったんですか、ね、今駅まで行って。ええー、まあでもすぐそこだったけど。駅何分？駅5分ぐらい。5分ぐらい。なんでずっと、なんか撮ってて言ってる。俺なんか携帯持ってんなと思って。なんで持ってんのかな、ね、変な持ち方してるなと思って。犯罪を犯して北海道で今芸人やってる。違います。別に島流しあったわけじゃない。そうです。根付いてやってます。根付いてやってます。出ていけないわけじゃん。ああ、谷京さん、あの、はい、ちょっと YouTube が、メモしたいんだけど、ペンありますか？いや、忘れてる。あ、ペン、あった。ペンあった。あ、これ。ああ、あ、これスプーンです。すいません。ちゃんと持ってんのすごいな。ちゃんと持ってますよ、私。すごい。すごい。いつ振られてもいいように。はい、ポケットないんで、めちゃめちゃすごい。それ乗って飛行機乗ってきたの。はい。なんで荷物検査の時一回これ出すんです。スマホと一緒に置くんです。ないやつ。はい。金庫ってなっちゃうんです。めちゃくちゃ面白い。じゃあ楽屋のお弁当食べます。すいません。失礼します。ありがとうございました。結局帰りに帯広でこの有楽町というジンギスカンさんに連れてっていただけることになりまして、ジンギスカン楽しみです。ここが開いてなかったらジンギスカンしようかと今これがうどんです。これが嬉しいので冷凍の雰囲気がすごいですね。超嬉しい。やばい、うまそう。これもさ、チートレ鍋みたいだね。いただきます。これはうまい。スイカ。めっちゃうまいよこれ。もうできたんじゃないこれ。うわ、うまそう、これ湯気がもう、もう湯気がじゃあ、ホルモンうどん、はい、ホルモン頼んでよかったね。そうですね。うん、うまほうよかった、これ鼻の奥がホルモンって言わなかったら、うん、うまほうです。うまほう、うまほう、そうだ。これだから土屋がね、またなんか死ぬけどサウナに行っちゃってる。絶対こっちの方が良かったですね。これうまいわ、最高。これメモっといた方がいいんじゃないですか。これもう全ゲスか。ペン、あ、ペンあるじゃん。これスプーンです。すみません、プライベート用は一緒にしかない。楽しかったです、ありがとうございました。今日は